皆さんへの感謝をテーマにしてライブタイトルをつけたかったんです。ブーケットとかやっぱりありがとうの印に花束、ブーケットよりも感謝が広がっちゃってガーデンというもっと大きなタイトルになりました。このガーデンに来てくださるお一人お一人がですね、僕に向けてくれるたくさんの笑顔と光でこの大事に大きな花を一緒に咲かせていただけたらなと思います。皆さんぜひ最後まで僕と、そしてみんな自身と、そしてこのガーデンの大事にたくさんの光を与えてください。